俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレや。今日の依頼人は、よしよし、元気だな。まったく、なぜわしが犬を預かる依頼なんかに付き合わねばならんのじゃ。今日は影千代も氷雨もいないからな。だからなんじゃ、お前一人でやれ。だが、やめろ。過当な犬風情がまとわりつくな。こいつがボティスと遊びたいみたいなんだ。それに俺もボティスがいた方が楽しいぞ。お兄ちゃん、こんにちは。おお、久しぶりだな。そっちの子は初めましたか。最近友達になったんだね。うん。そうか、俺はシディだ。よろしく頼む。ねえねえ、その子たちはお兄さんのペット？僕一緒に遊びたい。誰がペットじゃ。わしは悪魔じゃぞ。人間の子供なんぞと遊ばん。そうか、ならみんなで遊ぼう。話を聞かんか。よし、こっちおいで。うわー、すごい元気だね。悪魔さんも頑張って。いやじゃ。よし、次はこっちだ。お、どうした、混ざらないのか。ちょっとお腹が痛くて。何、大丈夫か。一人じゃ歩けないかも。あっちのトイレまで連れてってくれる？もう少しで着くから頑張れ。ありがとうお兄さん、ごめんなさい。気にするな。うん、はい。お、悪いけど僕と一緒に来てもらうよ。ほう、面白いことをするな小僧。さっきの少年、なんだあの姿は。暴れたら君たちの命は保証できないよ。いい子にしててね。誰が暴れるか。犬と遊ばされるよりよっぽどマシじゃ。連れて行きたいならそうしろ。ふーん、変わってるね。じゃあお言葉に甘えて。待て、どこに行く。話してくれないか。ごめんなさい、ごめんなさい、行かないで。こうするしかなくて。落ち着いてくれ、大丈夫だ。なぜこんなことをした、それだけでも教えてくれないか。私のみーちゃん、飼ってる猫があの子に誘拐されちゃって。何？返して欲しかったら誘拐の手伝いをしろって言われて。ごめんなさい、ごめんなさい。分かった、俺が必ず君の猫も連れ戻す。だからあの少年の手がかりを知っていたら教えてくれ。監禁。何が目的かは知らんが、あやつは他にも畜生を捕らえているようじゃな。これはますます面白くなってきよった。さあ父さん、ご飯だよ、一緒に食べよう。いつもすまないな。どう父さん、おいしい？ああ、少しだけ若返れたよ。なるほど、精気を吸い取るためにこの畜生ども。よかった、ならもっと動物を集めてくるよ。待ちなさい、さすがに集めすぎだ。人間に目をつけられてしまうぞ。でも僕は父さんにもっと元気になってほしいから。おほん、父親思いのいい息子じゃな。なんだこいつは。さっき捕まえてきたやつだよ。そこの死に損ない、お前はむしろ息子の行動に泣いて感謝するべきじゃろ。なぜ咎める。囚われの身のくせにおかしなことを言うな。自分の命が奪われるかもしれないというのに。生きるために何かの命を奪うのは当たり前のことじゃ。こいつの言う通りだよ父さん、もっとたくさん餌を捕まえよう。そうすれば父さんはお前みたいに元気になれるはずだよ。だが、案ずるな、所詮はペット。危険を冒してまで助けに来る人間などそういないじゃろ。そう、そうなんだよ父さん。だから安心して、僕がもっともっと集めてくるからね。ま、何事にも例外はあるがな。追跡。あの女の子、この公園で被害に遭ったと言っていたが。待ってくれ、太郎をどこに連れて行く。今ここで捕まえればすぐにあのペットを飼い主に返せるが。やめろ、過当な犬風情がまとわりつくな。ボティスたちの居場所を突き止めるためには。すまない、必ず俺が取り返してくる。え、待ってろボティス。今日のご飯はどれにしようかな。あ、悪魔さんにしようかな、面白い味がしそうだし。は、好きにしろ。えい、鬱陶しい、まとわりつくな犬風情が。ふん、下等な生物のくせに一丁前にわしの心配などしよって。思い上がりも甚だしいわ。最後のお別れは済んだかな。それじゃあいただきも。やめろ。え、お兄さんここまで来ちゃったの？困るな。ボティスたちを返してもらうぞ。おっ
っと、動いたらこの悪魔の精気を一気に吸い尽くすよ。精気だと？貴様、ボティスに何を？そう謙遜になるな。こやつの事情も聞いてやれ。ボティス？いいこと言うね、悪魔さん。そうそう、僕の話を聞いてよ。僕たちってさ、他の生き物から精気を吸わないと生きていけない弱い生き物なんだよね。だからお前はペットをさらっているのか。僕の父さんがもう年でね、精気が吸えないから僕がたくさん吸って分けてあげないといけないんだ。だから結構な数の動物が必要なんだよね。ペットだったら簡単にさらえるし、好都合なんだよ。ってことで僕らの事情分かってもらえたでしょ。帰ってよお兄さん。ボティス、ペットの命なら軽いもんでしょ。死んでもまた新しいのを飼えばいいわけだし。ボティスはペットじゃない、俺の大切な友人だ。そう言われても、この悪魔さんも言ってたよ、生きるために何かの命を奪うのは当たり前のことだってね。それは、そう、じゃあお前もそれを分かるじゃろ。へえ、結構吸ってるのに喋れるなんてすごいね。さすが悪魔。こやつを止めるということは死ねと言ってるのと同義じゃぞシディ。僕らは自然の摂理に従ってるだけなんだよ。だから諦めてくれる？分かった。ならボティスではなく俺の精気を吸え。はあ？俺が代わりになる。だからボティスは解放してくれ。分かったよ。僕としては別にどっちでもいいから。うわあ、お兄さんもすごい精気持ってるじゃん。これだけあれば父さんも。お前の言い分はもっともだ。この世は弱肉強食、自然の摂理だ。何をしている。くそ、もっと精気を。ならばお前もその摂理のもとで生きているはずだ。家族を救うために、自分が生きるために、どちらが生き残るか勝負しよう。強い方が生き延びる、それが自然界だ。熱い熱い熱い。俺はボティスを救うためだったら、どれだけ苦しかろうが自分からこの触手を外したりはしない。お前はどうだ？やめろ、やめてくれ。俺の勝ちだ。俺の好きにさせてもらう。うん、愚かなやり方じゃの。燃やした時点で消し炭にしてしまえばよかったではないか。ボーティス、大丈夫なのか？バカな、かなり精気を吸ったはずなのに、なんで動ける。わしは悪魔じゃぞ。あの程度屁でもないわ。ただ苦しそうな演技をしてやっただけじゃ。なんでそんなこと。分かりきったことを聞くな。そっちの方が愉快だからに決まっておるじゃろ。悪趣味だぞボティス、俺は本気で心配した。知らんな、お前らの道理などわしには関係ない。行こうボティス、動物たちを解放しないと。やめろ、やめてくれ。そんなことをしたら父さんが。なら、お前の言葉を借りるとするかの。死んでもまた新しいのを買えばよいではないか。くそ！俺さっさと解放しろ。ボーティス。わしはこの殻になった檻を見ながら、こやつらが干からびていく様を見て楽しみたいんじゃ。だが、全員が幸せになれる世界などない。自分の望みを優先することが賢い生き方じゃろうが。そうだな。すいません、預かっていただいて。気にしなくていい、俺も楽しい時間を過ごせた。さっさと行け。あれ、ずいぶん懐いたみたいですね。全然離れたがらない。そうか、それじゃあこっちだ。おい、依頼はもう終わったじゃろ。なんでまだ遊ばないといけないんじゃ。最後に少しだけ遊んであげれば満足するんじゃないかと思ってな。太郎、それボールだ。見て見て、みーちゃん、綺麗なお花だよ。ボティス、なんじゃ。ありがとうな。うん、ほうけていないでさっさと犬の相手をしろ。お前が言い出したことじゃろ。ああ、わかった。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。ねえ、これ恥ずかしい。